はじめまして、清水です。清水さん、よろしくお願いします。こんな初対面で申し訳ないです。めっちゃコネコネしてる。納豆苦手なんですね。小学生ぶりぐらいかもしれないですね。エルフ小学生ぐらいの年齢のエルフの学校の時に残しちゃダメって言われて無理やり食べたぐらい。大豆は好きなんだけどね。そうなんだ。匂いと、確かに匂いちょっときついですよね。食べ方のうざまさが苦手。うざまさ。まあ落ち着いて。あ、今のところでもそんなに臭くないかも。まだ。いただきます。いただきます。食べるとこ違くないですか、エルさん。エルさん初期味噌汁。違う、圧倒で得た口の粘つきを味噌汁で流していくんだって。今の私うるさいラーメン屋みたいな感じになってる。高菜食べてしまったんですか。汁を先に飲めよみたいな。あ、でも全然食べれる。あ、エルちゃんは割と、うん、清水さんはなんかどこ見てるんですか今。遠くを見つめてますけど。飲み込むのが怖い。ゲテモノと一緒じゃん。目つぶったらいけるかも。やっぱ見た目が無理なんだ。エルは無理やり食べたのが200年以上前の、うん、あ、なるほどね。 めっちゃちっちゃい時だったから、うんうん、意外と、もしかするとって感じか、うん、星水さんがお椀を置いた。あの、よく噛まなければ食べれます。あ、もう流し込むみたいなレベル。噛んだらよく噛めば噛むだけ納豆のやっぱり、うん、あの独特な匂いがやっぱり、うん、自分で買うかって言われたらまだ悩むかも。マジで。完食はいけそうですね。あ、本当に、うん、食べれるなって知りましたね、うん、食育完了。